初代、小野菊五郎とは、江戸時代の歌舞伎役者、号豪音羽や、拝名倍孔、幼名は竹太郎、京都妻田遊座の芝居茶屋の出方音羽や半辺の子、はじめ若尾山の小野左門の門下となり、小野竹太郎と名乗る。京方十五年京都坂木山白太郎座で、小野菊五郎を名乗り若し方として、初舞台。京方二十年からは、 若尾山として舞台に立ち評判を取る。その後、漢方元年、大阪で二代目、市川海老蔵と同座し、翌年の漢方二年には、鳴る上で海老蔵を演じる、鳴る上商人を相手に、雲の田山姫を演じて、大評判を取る。これをきっかけに、同年海老蔵と共に、江戸に下り、市村座に出て、小山として売り出した。その後、法暦二年立ち役に転じる。しかし、 明和三年、江戸境町で営んでいた油屋からの出荷により、隣接する中村座と市村座の両座を消失。これが、菊郎有味よ火事と言われるほど反発を買い、喫坂せざるを得なくなった。その後は四年を経て再び江戸に下り大当たりを取り、三との舞台で活躍し、最後は大阪で没死した。当たり役は、金本中心蔵の大勢ゆらの助。 ひらかな清水器の演児、畠山茂忠など、子に二代目、小野菊五郎がいる。ありがとうございます。